クローン病は、主として高校から校門までの全症下官に、非連続性の慢性肉が主性炎症を生じる、原因不明の炎症性疾患で、厚生労働症より特定疾患に指定されている。海洋性大腸炎とともに、炎症性腸疾患に分類される。クローン病は、致死率は必ずしも高くはないが、海洋性大腸炎が、大腸のみに炎症が発生するのに対し、 クローン病では、すべての消化管に炎症が発生し得る上に、合併症の頻度も海洋性大腸炎に比べ高い傾向にある。また、クローン病の治療では厳格な食事制限が要求されることが少なくない。1932年に、ニューヨーク大学のマウントサイナイ病院の内科医、ブリル・バーナード・クローンらによって、原極性大腸炎として報告される。後に、 病名は改められたが、会長、特に会長末端から盲腸にかけての開毛部に、後発する点は確かである。10歳代から20歳代に多く見られ、日本での罹患者数は約4万人以上で、海洋性大腸炎よりは罹患者数は少なく、中高年での発症は、ほとんどない。発症年齢は、女性で15から19歳、男性で20から24歳が、 最も多く見られる。現在でも、クローン病を発症する正確な仕組みは分かっていない。遺伝的な素因を持ち、免疫系の異常が起こり、その上で、食事因子などの環境的な因子が関係しているのではないかと考えられている。若年層での発症が顕著であり、欧米先進国での患者数が圧倒的に多いため、食生活の欧米化、 すなわち動物性タンパク質や脂質の摂取が関係しているとも言われる。欧米では、クローン病のかかりやすさは、特にノット2の機能欠損多形や HLA の多形により強く影響を受けるが、日本人ではノット2との関わりは明確ではない。近年、日本人クローン病と TNFSF15 というサイトカインの遺伝子との関連が報告された。イチトルコリラ A は、 腸管の炎症に関連しているサイトカインで、クローン病の病変部での発現が増加していることが分かっているが、これと遺伝子多系との関連については未だ不明である。2005年、アールバルフォアサーテアラが、蓄牛に、ヨーネ病と呼ばれる下痢を伴う消耗性疾患を引き起こす細菌であるマイコバクテリウムエイビアムサブスプ、パラトゥーバーキアロシスが、牛乳や、その他の乳製品を経由して、 人の体内に侵入し、クローン病を引き起こしている可能性を報告していた。また、マイコバクテリウムの関与を否定する報告もあるが、2015年時点では、クローン病の発症と何らかの細菌が直接関与している証拠は得られていない。皮膚合併症として、足に後半が発生するなどの症状が見られる。本疾患の病変は、消化完全域に起こりうるため、 その症状は多岐にわたり、それらが断続的に見られることがある。高校から校門までの全消化管を犯すが、多くは、小腸、開毛部、肛門周囲に後発する。病変部位別に小腸のみに、病変のある、小腸型、大腸のみに、病変のある、大腸型、どちらにも、病変のある、小腸、大腸型に分けられ、小腸、大腸型が多くを占めている。 自覚症状としては、多くの場合、腹痛、下痢が主な症状である。その他効率に見られる症状として、発熱、体重減少、肛門病変、嘔吐等があり、海洋性大腸炎で多く見られる、血便、粘血便はそれほど高頻度ではない。クローン病は、消化管粘膜の前奏性の炎症性疾患のため、炎症が激しい状態では、消化管の潰瘍 強作、濃行先行といった変化を生じてくること多く、超閉塞や消化管先行を生じてくる場合は、消化管調節所等の外科的処置を必要とする場合も多い。クローン病は、消化管以外にも、以下のような多彩な臨床像を伴うことが多い。CRP、石鎮が活動性に相関する検査として用いられる。 また炎症反応のバイオマーカーとして、ベンチューカルプロテクチン、ベンチューラクトフェリン TCP-353、抗体測定評価を行うこともある。炎症を起こした、大腸高腔内アフタクローン病では、以下の内視鏡所見が特徴とされる。基本的に、大腸内視鏡の他に、上部消化管内視鏡検査も含めた全、消化管検査が行われる。 小腸の病変精査に対して、小腸内視鏡検査や、また、カプセル内視鏡検査も行われるが、強作病変があった場合に、カプセル停滞となる場合もあるため注意して施行される。X 線検査による、消化肝臓 A 検査においても、上記の内視鏡所見が認められる。小腸の病変が多いため、小腸の病変検索においては、内視鏡検査ではなく、 消化肝臓 A 検査が多用され有用である。簡便に行われることで素材変化等のスクリーニングに対応されている。また、近年は 3D 再構築による CTMRI コロナラフィー検査も行われる。悲観脱性肉が肢病変クローン病の病理所見としては以下が特徴とされる。基本的に臨床像、消化肝臓、病理所見によって診断される。 特定疾患であり、申請により公費助成適用のため、一般的に急行性症クローン病診断基準が広く用いられている。診断基準は難病情報センター資料より引用し改変。主要所見副所見2019年までに完治させる治療法はないため、病気の活動性を管理して、寛解の状態に導入し、維持していくことが治療目標である。 治療は内科的治療としては栄養療法や薬物療法が行われ併用も可能であり腫瘍、強作といった強い症状を起こしている場合には外科治療も検討される。小児では薬物の成長への悪影響などへの配慮が必要となり原則的に栄養療法となる。栄養療法では薬物療法よりも副作用が少ない。腸を安静に置くことで 寛解状態に導入し、炎症が抑えられて、症状の改善が見られる。軽腸栄養療法では、栄養剤を微チューブを使い腸へ投与するか、または口から摂取しても良いとされる。栄養剤は炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルが入った栄養剤。重症で消化管からの栄養摂取が行えない場合は、絶食し、 完全上脈栄養療法となる。高カロリー有液による栄養補給である。重症例では絶食が続くこともあり、寛解維持のために食事制限を継続的に行いつつ、成分栄養剤を摂取する必要もある。具体的には栄養剤を併用しながら脂質の摂取制限に始まり、肉類の制限や繊維質の食品を避けるように指導される。つまり、 抗原性を示さないアミノ酸を主体とする食物と、脂肪量を減らした食物などが中心となる。炎症を起こしにくい食事として、一般的には低脂肪、低残差の食事が推奨される。しかし近年では協作のない場合に限っては、繊維質の制限を行わないこともある。クローン病患者は、血液中のエルゴチオネエンの濃度が低いことが報告されており、 腸の炎症抑制とエルゴチオネエンの関係性が示唆されている。非常に低い質の研究から、成人では、軽腸栄養療法よりコルチコステロイドはの方が、寛解導入に優れ、小児では、その逆であり、さらなる研究による確認が必要である。軽腸栄養療法による維持に対しては、ランダム化比較試験4件から確固とした結論を、下せず、 さらに進行中の4試験が存在しこれが終了すれば再びレビューされる。オメガ3脂肪酸サプリメントでは結果が一貫してない。プロバイオティクスでは1研究しかなく適切な RCT が必要。グルタミンでは小規模な RCT2 件で不十分だが、この結果からは有益でないことが示される。活動期には下記に記すように使い分けられる。寛解維持には メサラジンやサラゾスルファピリジンを用い、生物学的製剤を使った場合にはこれらが、寛解維持に用いられる。中等症までの寛解導入のための、アミノサリチル酸製剤では、サラゾスルファピリジンは、ステロイドよりは、効果が低いが偽薬より、やや効果的で、メサラジンは、偽薬と効果は変わらず、メサラジンとブデソニドの併用では、結果が一貫してないという、 中程度の品質の証拠がある。メサラジンには導入された感解維持に対して疑約を超える効果はなく、追加の研究も推奨できない。抗生物質は活動期には臨床的な効果をもたらさないという中から、高品質の証拠があり、また感解維持期についての効果は不明確である。免疫抑制剤のアザチオプリンとメルカプトプリンは活動期の寛解導入や、 臨床的な改善について、規薬を上回る効果はないが、アザチオプリン単体よりも、インフリキシマブとの併用の方が、肝解導入に優れる。ステロイドのブデゾニドは、肝解導入に、偽薬よりも有効である。導入後では、3ヶ月以上のブデゾニドの使用は、副腎皮質ホルモンの抑制による、副作用が増えるため効果的ではない。 コルチコステロイドは非常に低い質の研究から、成人では、軽腸栄養療法より、寛解導入に優れ、小児では、その逆であり、さらなる研究による確認が必要である。生物学的製剤では、薄的ヌマブは9週間までの使用で、中等症から重症の寛解導入に有効だという質の高い、証拠があり、長期的な使用についての試験が必要である。 インフリキシマブ、アダリムマブのそれぞれの薬剤による寛解導入からの維持に有効であり、副作用は類似し、これらの相対的な有効性を比較した試験はない。4研究計342人からインフリキシマブ単独より、蛍光栄養療法を併用した方が寛解導入と維持ができた割合が多かった。c t n f 薬の使用は、 特に感染症による術後合併症の危険性を高める。新しく利用できる生物学的製剤の薄的ヌマブ、ベドリズマブ、ナタリズマブは肝解導入に対し疑悪より優れているが、いずれかが優越していることはなかった。ナタリズマブでは稀に進行性達成白質脳症を発症して死亡するリスクがあり、これを起こさない他の薬物がある。 基本的に外科的治療は行わないが、内科的治療が有効でない強度の狭窄や、腸閉塞を起こした場合、同じく先行、老行や農用を伴う場合は手術適応となる。その場合においても可能な限り、単調症候群を避けるために切除は最小限に抑えられ、狭窄系成術などが行われる。手術によって病変は取り除かれても、再発率は極めて高く、 特に術後の再接合部に再発することが多い。海洋性大腸炎とともに炎症発生基準の要点となる白血球または白血球のうちの下流球を取り除く治療法。本疾患は感解期と活動期を繰り返す慢性的疾患であり、現在では感知させることは不可能であるが、直接的に生命に関わることは少ない。しかし、 手術率は発症後5年で33.3%、10年で70.8%と高く、さらに手術後の再手術率も5年で28%と効率であることから再年、再発予防が重要である。診断後10年の累積生存率は96.9%である。慢性疾患のため日常生活を送りながらの闘病となる。また、一般には 認知度が高くないため、病気の啓発や理解を進める活動が求められてきた。近年では、患者当事者、支援者が集まりクローン病や大腸性疾患に関して、情報交換を行う団体東京 IBD や難病支援 NPO など、精神的支援が次第に増えてきている。ありがとうございます。